謎が解かれないまま終わるって、うん、結局ドン家ってのはね、ドン家はあれです、ノートのノートの王家、なんかいろいろセリフありましたけど、ジュートの謎は最後の方で、はい、作っちゃったやつ、作っちゃったっていう風に言ってたじゃないですか、うん、ペンギンの方が。ノートから派生したドン家みたいなことですよね、きっと。そうです、多分 ね。だからあの二重の王国から、ああもう、ね、ワンピースにつなげたい人がいるよネフェルタリ家がこう出たみたいな、そういうことですね。一人だけ海に出てるまあでもあれですね、ドンブラザーズは結構番組のブログとかの方で結構大事なことをポロッと言ったりするんで、そっちの方もちゃんと見ないともしかしたら完結しないのかもしれないですね。伏線というか、そうですね、隠れてる可能性は、隠れててそれに答えがある、その辺の設定はしっかりしてそうですもんね。そうですね、言われてないだけではっきり、うん、ドンブリーズ、ドンブリーズもしかしたらあれですね、ソノイのその後を描いたドンフレグランスがやる可能性も否定はできないです、うん、ドンブリーズ対ドンフレグランスなんかあのあれですね、太郎の記憶が一回戻った時にドンブリー ズ、俺はドンブリーズ、いやって制作発表まで戻っちゃったんですね、曲がそこ戻りましたかねでもあの太郎のキャラクターはいいですね、もうあの階層と声が全然違うっていう、あそうそうやっぱり縁ができたな、うん、あ時間経ってるから重みが、あの一番最初の新番組スタートってあるじゃないですか、あれの声と今の太郎の声全然違うんですよ、全然違う、最初の時ちょっと高いんですよ、うんうん、今だと低い感じになってて、 いろんなことありましたからね、そうです、傍若無人なこといろいろしてますから、だんだん声も最後の最後まで追っかけ回してましたからね、うん、でもその中でもこうしっかりしてる部分ってあるじゃないですか、うん、太郎の名言なのか分かんないですけど好きなのがあって、自分は幸せを知らないっていう、だから人を幸せにして幸せを学ぶっていう、あれがすごいいいなと思ったんですよね。え、太郎って結局じゃあノートなの？ノートなんじゃないですかね。ってことだよね。ちょっとネタバレ気味になっちゃうんですけど、はいはいはい、この間あのこの人言ってないんですけど、あのファイナルライブツアーに行ってきたんですよ。はいはいはい、で、ファイナルライブツアーの時系列的にはどうやらあのバーサスの後なんじゃないかっていう。あ、これの。はい。おで、ソノイいるんですよ。あ、いるんですか。ソノイは出てきてるんですよ。あ、はい。ってことはやるんじゃないかなっていう、あでも間の話、はいはい、またなんか大阪と、あやってますね、帰ってくるのが早すぎるって書いてあって、大阪すごいですよ、あの美穂ちゃんとか来るらしいです。あ、はい、なんか2つに分かれてましたよね、なんかどっちかに確か森崎ウィンさんが来る、そうそう、いいなと思いながら名古屋ないですかね。名古屋なかったですね、名古屋飛ばし、名古屋に住んでる者の宿命なので、ああなるほど、はい、名古屋に住んでんだったら遠征しろっていう紙にお付けなんで、僕の知り合いがあのファイナルツアー行ったんですけど、はいはい、物販がすごかったらしいですね。すごかったですね、人がすごくてめちゃくちゃ長かったですね、列が。映画館には全然グッズなかった、ね、なかったですね、なかったですか、ゼロでした。これパンフレットだけ、あれですよね、限定効果みたいなことなんでしょ、期間限定というか短いというか、そうですね、期間限定、これは限定公開です、うん、だからかな、うん、多分ネットで買えってことなんでしょうね、そうですね、プレミアムバンダイで、うん、来月ぐらいにやるハリケンジャーも、うん、あれも期間限定上位ですかね、ですね、 V シネクスト、アバレンジャーいつやるんでしたっけ、ファイズが来年2024年って書いてあった気がするんですけど、じゃあ来年ですね、うん、あ、そっか、アバレンジャーとファイズって同じ時期、そうです、ね、そうです、同じ年だ、アバレンとファイズ同じだし、だってアバレンジャーのデカブレードです、映画の最後でもうないよ、次はファイズって言ってファイズに出してやるって言ってました、ね、なんて面白い振りなんだと思いながら、そう、ドンブラも前回もむちゃくちゃというか割と自由なやつじゃないですか、振り返ってみるとアバレンジャーも結構むちゃくちゃだったな、暴れてますね。あとカーレンジャーも結構、あーカーレンジャーが始まりじゃないですか、ちょっとコメディ要素、あそこまでのコメディ路線って多分そうですよね、そうですよね、カーレンジャーから始まりアバレンジャーに行き、ゴーオンジャーに行き、特急ジャーに行き、特急ジャーめちゃめちゃ自由ですけどね、バズーカバーン出して警備員のおじいちゃん飛んでくるんですよ
面白かったです。イマジネーションだったんで。そうか、イマジネーションだった、ね、イマジネーションです。もうこの2作ってあのセルフパロディが結構あるじゃないですか、うんうん、記念周年作だから。そうですね。だからその辺のこのそんなこと言っちゃっていいのとか、うんうん、っていうのが面白かったなっていう気は。つうかなんでダイナマンだったんだろう。ああそう、本当にそうですね、うん、爆発だからかな。なんででしょう、なんででしょう。あの分かるかで言ったらこちらの方にコメントをね、はい、考察でも何でも。そうそうそう、ね、考察ね、はい。ドンブラの映画が大好きで、新初恋ヒーロー。ああ、はい、はい、はい。口にご飯粒ついてるぜ。いくらなんでも悪ふざけが過ぎたよ。